エミール氏によるによる若きベルリオーズ作品16はエクトル・ベルリオーズによって書かれた4部からなるビオラドクソー付き公共曲である。1834年6月に完成した。以下に書かれている逸話はベルリオーズ自身が回想録に記した内容に基づいているが、今日ではその信憑性に疑問が持たれている。1833年12月22日。 パリで幻想公共曲を聴いて感動したニコロ・パガニーニは、ビオラと還元楽のための作品を書くようベルリオーズに依頼した。パガニーニは、名器、ストラディバリウスのビオラを手に入れていたが、自分の名人芸を披露するための目星ビオラの曲がないため、ベルリオーズに作曲を依頼したのである。当時パガニーニは、バイオリンのビルトゥオーソとして、 ヨーロッパ中を熱狂させており、作曲を依頼されたベルリオーズは大喜びで仕事を引き受けた。当初は還元楽と合唱、独創ビオラのための幻想曲、マリー・スチュアートの最後という作品になる予定であった。しかし、進行状況を見に来たパガニーには、独創ビオラのパートが自分の名人絵を披露するには物足りないと落胆した。 パガニーニが満足するような曲はとても書けないと諦めたベルリオーズはパガニーニにあなたが満足いくような曲はあなたにしか書けないと言い,いこの話はご破産になってしまったベルリオーズは途中まで作曲を進めていたこの曲をパガニーニの意図からは離れ独創ビオラを伴った公共曲として最後まで完成させることにしたその初演の4年後 初めてこの作品を聞いたパガニーニは、楽屋のベルリオーズを訪ね、2万フランの大金を、ベートーベンの後継者は、ベルリオーズの他にありませんという賛辞と共に送った。これに感激したベルリオーズは、劇的公共曲、ロメオとジュリエットを作曲し、パガニーニに検定した。信憑性はともかく、上述の逸話にあるように、イタリアのハロルドは、第一楽章では、 ビオラ独奏が活躍するが、学章が進むにつれビオラの出番が少なくなってゆく、得意な構成になっている。しかし、副題にビオラ独奏付きの公共曲とあるように、第1楽章は、ソナタ形式、第2楽章は、感情楽章、第3楽章は、スケルツオ楽章である。また、第4楽章は、ベートーベンの第9公共曲を意識したかのように、 それまでの楽章が断片的に改想されるフィナーレである。また、第一楽章で提示される、ハロルドの主題が全楽章に登場し、主人公を描写するというアイデアは、すでに幻想公共曲でも試みられた、イデーフィクスと呼ばれる手法である。以上を考慮すると、この作品は、ビオラ独奏曲と捉えるよりも、表題的な公共曲として捉えた場合の方が、より、 ベルリオーズの意図にかなっているものと思われる。ウィリアム・ターナーによる、チャイルド・ハロルドの巡礼1834年11月23日、パリ音楽院ホールにおいて、ユランのビオラ独奏、ジラールの式によって行われた。初演には、ユゴー、デュマ、ハイネなど文学者や、リストやショッパンなどの音楽仲間が訪れている。構想は、ジョージ・ゴードン・バイロンの長編チャイルド、 ハロルドの巡礼の場面に着想を得ている。第一学章で独創ビオラが提示するハロルドの主題は幻想公共局における恋人の動機のように全曲に形を変えて登場する。物語の舞台はイタリアのアブルッツ地方であるが、これはベルリオーズがローマ賞受賞でのイタリア滞在の際、訪れた地である。ベルリオーズは生前、 自身の指揮により何度かこの作品を演奏している。また、ブラームスがドイツでこの作品を指揮しているという興味深い事実もある。もともと演奏に高度な技術が要求されること、高度な表題性、文学性が込められていること、ビオラ独創付き交響曲という特殊な演奏形態が試されていることなどが、この作品の解釈を難しくしており、あるいは、 幻想公共曲のような華麗でスキャンダラスな内容に比べて、ともすると楽奏が素朴であるということもあって、幻想公共曲ほどの定番レパートリーとしては定着しなかった。さらに、1840年代後半からフランス国内でのベルリオーズの評価は下降の一途をたどっていたため、彼の作品がフランス国内で再び注目を浴びるのは作曲者の死後、 1870年からの不屈戦争以降を待たねばならなかった。しかし20世紀になり、ビオラ独奏のレパートリーも拡充されていくに従い、イタリアのハロルドも、その筆付け役の作品の一つとして、さらには、独奏楽器とオーケストラの新しい関係性を探求した作品として、再評価が進んでいくこととなった。初録音は1944年に、 ウィリアム・プリムローズのビオラ、セルゲイ・クーセビツキーの指揮、ボストン交響楽団の演奏で行われた。プリムローズはこの曲の演奏が珍しかった。この時代、アルトゥーロ・トスカニーニにこの曲を完璧に手の内に入れておくよう言われ、それ以降この曲の演奏の初期のスペシャリストとして活躍した。トスカニーニ自身も、1929年から1953年の、 間に5回もコンサートで取り上げている。トスカニーニやシャルル・ミュンシュラの演奏が初期の名版として知られている。また、ベルリオーズ作品の再評価に最大限に貢献したコリン・デイビスは存命中イ・度レコーディングしている。その他、シャルル・デュートはエリア・フ・インバル、ロリン・マゼール、バレリー・ゲルギエフラの録音も有名である。また、19世紀の初演当時の楽器を用いた。 演奏では、ジョン・エリオット・ガーディナー式イコール・オルケストル、レボリューショネリエ・ロマンティックによる録音をはじめ、近年ではマルク・ミンコフスキ、フランソ・ワグザビエ・ロットなどが、それぞれ試作に富んだアプローチによりレコーディングしている。日本初演は1953年9月7日、渡辺明夫、河野春たちと東京フィルハーモニー交響楽団により、行われた。長風は明治41年に、 リオン歌劇場で聞いたことを記しており、また小説、一人旅の中でこの作品について詳細に触れている。ありがとうございます。